椎名林檎とか椿屋静雄の方の、カバーをされるということで、それも私が大好きなアーティストで歌を歌ったり本当に感謝しております。なんかこの場がアーティストを揃えるので審査員に見られてる方だって五三人ともさんがおっしゃってましたけれども、素晴らしいです。ぜひ目に焼き付けていただきたいなと思いますので、じゃあぜひ聴いてください。ゆくれの服をまとって三日月の下にしゃがんだ
さんからも紹介があった通り、このユニットはセッションから生まれたユニットで、最初はこんなに素敵なライブに出演させてもらえると思ってなくて、本当にセッションのノリだったんですけど、このライブが決まってから一生懸命練習してきましたので、よかったら最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。まあいろんなご縁でね、こういった彼らの曲もやろうかなということで、いいんです、喋り下手なんで別に歌います。
明日のことは分かる。